タリアドラマ CD ダーンアクト3アフリカ戦線その2だぞ。そしてやっぱり今回も俺がヒーローだ。俺の喋る余地を残せアメリカ。前回のあらすじ、なんだかよくわからないうちにやってきたイタリア君を、アフリカ戦線でドイツとイタリアに大英帝国様の英知を見せつけてやったぞ。見たかドイツ。あいつらも俺のゆで卵製造機の前では赤子同然だったな。めめ、ゆで卵すげえ。こうして勝利の後に静かに紅茶を飲んでいると、なんていうかこう紳士的な気分に。イギリス、待たせたね。もう安心していいんだぞアメリカン。何だって、俺はヒーローだからね。アフリカにいたイギリスのところにアメリカがやってきました。しかしあの二人に手こずるなんて君らしくもない。年のせいかい、イギリス。誰が年だ。俺の活躍を見てないからだ。でも俺が来たからにはもう安心だぞ。これが俺んちの精鋭たちだ。あー、ヤシの木、アフリカナウ。ライオンいるの。おお、アフリカすげえ。いや、とっても不安だ。なんでだい。そんな地味な作戦で行く気なのかい。慎重って言え。お前みたいに突撃派じゃないんだ。あれがイギリスさんか。お前はそういう突拍子もないところがダメなんだよ。その思い切りの悪さがダメなんだよ。お二人って兄弟なのに似てないんですね。そんなんじゃねえよ。俺たちはほら、そのなんていうか、いや、お前何言って。君何言ってるんだい。そんな俺が兄貴何も出ないからな。はあ、俺はちょっと現地のみんなに挨拶に行ってくるよ。お前バッチリ軍楽隊まで連れてきたのか。派手に来たしさ、アフリカのみんなも俺を待ちわびてたはずだからね。何しに来たんだよお前は。ああ、ヒーローの登場って感じだろ。アメリカはイギリスの話を聞いていません。そしてよし、ヒーローらしく登場だ。あ、イギリス人嫌いなんでお引き取りください。アメリカは大歓迎されると踏んで軍楽隊を連れて行ったのに、ものすごく拒否されました。ざまあねえなアメリカ。あ、って、なんだよアメリカ黙り込んで。大丈夫かおい、そんなに焚き火に近づいて熱くないのか。あ、もうしょうがねえやつだな。アメリカ、お前はまだアフリカに慣れてないから知らないだけで、 あんなの日常茶飯事なんだぜ。まだだんまりか。よっぽど落ち込んでるのか。おいアメリカ、だから些細なことで落ち込むんじゃね。俺が落ち込んでると思ったのかい。残念だったね。焚き火でマシュマロ焼いてたんだぞ。もう慰めねえ。ちなみにアメリカさんは常識として焼いたマシュマロはビスケットに挟んで食べます。マシュマロ美味しい。そんなこんなでイギリスとアメリカのアフリカ生活が始まりました。アメリカ、ほら飯だ。イギリス自慢のマーマイトをたっぷり塗ってやったぞ。はっ、どうした。このマーマイトってやつはどうにかならないのかい。栄養価が高いんだよ、しっかり食え。よし、
あそこの丘まで競争しようじゃないか、イギリス。そのふざけた戦い受けて立ってやる。あ、どうした、アメリカ。この不思議な物体は何だろう。アメリカ、そいつは毒があるぞ。毒だって。あ、こっちに投げるな。どんな凶暴なやつだって大丈夫さ。だって俺はヒーローだからね。敵だ。ちょっとくらいのピンチはヒーローにはよくあることさ。夢か、はあ、夢だったが、アメリカはいないんだ。よかった。この年で子守なんてまっぴらごめんなしな。イギリス、待たせたね。もう安心していいんだぞ。アメリカ、なんだって俺はヒーローだからね。